岩手ワンコ広報室。そばっち、今週のテーマは ILC で変わる岩手を創造しよう、 ILC 絵画コンクール。実現によって未来の岩手にさまざまな可能性を生み出してくれる ILC 国際リニアコライダー。その ILC 建設に向けた普及啓発事業の一環として平成27年度から毎年行われている ILC 絵画コンクールの表彰式が昨年12月3日に行われました。 ILC 絵画コンクールは将来の岩手を担う子どもたちにILC ができることによって変わる地域の未来を想像したり考えてもらうために実施しています。作品を見た外国人研究者の方々からは、子どもたちの絵がとても素晴らしい、地元の盛り上がりを強く感じると好評をいただいています。現在入賞作品の巡回展示を開催中で、子どもたちが描いた未来の岩手をご覧いただけます。花巻市の小倉拓也さん、文也さんは ILC に興味を抱き、第1回からコンクールに応募し毎回入賞をしている兄弟です。僕は ILC でヒックス粒子が見つかったら、その後どうなるかが想像がつかないぐらいの大発見だと聞いたので、そのことを絵にしました。ヒックス粒子っていうものが分かるかもしれないから楽しそうだなと思いました。実現してほしいです。ILC でノーベル賞を取れるような大発見ができるかもしれないと聞いて、とってもワクワクしたので、そのことをポスターにしました。 ILC ができたら外国の人がたくさん来るので、友達になれるといいなと思います。12月から開催している ILC 絵画コンクール巡回展示は、今後平泉町、花巻市、一ノ関市、奥州市、気仙沼市のご覧の会場で開催します。ILC の実現と岩手の未来を想像豊かに描いた作品をぜひお近くの会場でご覧ください。子どもたちの作品が描く ILC と岩手の未来を一緒に実現していきましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。